私たちはアミンチュを応援しています。みんなでニュースを作ろうよ。不思議で楽しい滋賀県を知ったかぶりかいつぶり側になっていっぱい見つけるプリン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。琵琶湖タワーのシンボルだった観覧車イーゴスの11月25日の様子です。とうとう最後の土台部分だけになりました。1992年に完成してからの21年間に幕が引かれます。いつもありがとう、応援してくれて、コアラの恩返し。あ、ここじゃん、せつげっかさん。知ったかぶりかいつぶりニュースを応援してくれるお店さんを紹介するよ。今回は超有名な焼肉店、せつげっか彦根さんだよ。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。ちょっと中入らさせてもらっていいですか。はい、お待ちしておりました。どうぞお連れ様お待ちです。はい、失礼します。こんにちは。おー、素敵なお部屋だね、ここ。今回レポートしてくれるのはブンリーンさん親子だよ。いいな、美味しそう。もうお肉違うって聞いたんだけどさ。もうすごい柔らかくってジューシーで、何、うん、でしょうね、お肉の旨味がギュッて凝縮されてる感じで。あ、そう、すごい美味しい。やっぱり違うの？違う。どう？もう美味しくて最高です。本当に美味しそうだね。いいな。いや、そうなんだよ、節月花さんってさ、お肉が全然違うって噂があるんだよね。焼く前もすごい綺麗に切り出されてて、もう見て楽しめる感じかな、ね、盛り付けがすごく綺麗で、ね、違うよね。なんかリッチだよね。そう、このお部屋も ね、ちょっといい感じですよね。ねえ、節月花さんの店内は高級感あふれるとっても落ち着いた雰囲気。子供連れやファミリーも大歓迎だって。ゴージャスなのに家族みんなでゆったりくつろいでお食事できるところがいいんだよね。家族で来れるのにさ、このリッチな感覚ってちょっといいね。ね、ちょっと特別感があってだよね。匂い嗅がして。うん、いい匂い。どう？食べたい。美味しそうだよ。ラーメン。いいね、匂いだけでもいいや。もうそれでご飯食べるよ僕。あ、ご飯じゃないや、ユーカリ。美味しい。いやー、ほんと本物だね、これきっと。ちょっとお店の人にもお話を聞いてみようよ、ね。何が違うんですか、節月花さんは。あ、そうですね、あのうちはもともとですね、あのお肉屋さんからのスタートしてるお店でございまして、うん、長年の経験と、あの目利きが選んだですね、近江牛と、あと全国の銘柄牛ですね、そちらをあの厳選して皆様にお出ししておりますので、あの喜んでいただけるかとは思います。3周年を記念いたしまして、3周年記念特別のコースをご用意してお待ちしております。ぜひぜひみんな、忘年会新年会はさ、節月花で美味しいお肉っていうのもいいよね。はい、ぜひぜひ来てね。お待ちしてます。上質のくつろぎの中で感動の花開く。滋賀で最高級の近江牛を味わうなら節月花彦根。
今日は久々の褒めだった夜のシュート動画です。さてさて、今日の褒めてほしい子はずっと1年間火の用心言うて夜回りをしてるりんちゃんやねんで。遠くから火の用心の声聞こえてくんな。よし、お利口なりんちゃんどこ回ってるかわし探しに行ってこ。足元悪い予定にわしコロンとこけんようにせなあかんな。ここ見えへんかもしれんけど結構な下り坂やね。あ、ワンちゃん止めんといて、静かに行くさかい。あ、声が近くなってきた。りんちゃんおるかな。火の用心、こんばんは、りんちゃん。ああ、ずっと1年間火の用心回ってくれてるんやろ。うわ、偉いな。わしそれ聞いて褒めに来たで。頑張ったな、りんちゃん。わしからプレゼントあんで。わしも一緒に回るわ。火の用心、これタイミング難しいな。わしずれてしまうわ。火の用心、火の用心。りんちゃん上手に言おうな。りんちゃん、ここまで火の用心は、うん、ほんまご苦労さんやったな。みんなこれでりんちゃんの火の用心聞いて火の元に気ぃつけたらええのにな。うん、これからも続けていくの。ほんま頑張ってな、わし応援してるで。うん、ありがとう。ほんな行くわな、バイバイ。安野おっさんに褒めてもらいたい人募集。子供でも大人でも応募できます。必要事項と褒めてもらいたい内容を詳しく書いてこちらに応募してね。応募いただいた方の中から選考の上訪問します。長靴ガール。冬の朝、大雪でおじいちゃん雪かきしています。私は長靴に履き替えて電車通学で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。